こんにちは。日本学術書道会の田村希覧です。今日も主婦の友社出版の前後弁理帳から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は切断打、切断打です。出典は壁眼録です。ある時宝庫寺が薬山禅師のもとを自拠しようとした時、10人の雲水が門まで見送りに来ました。その日は雪で、空から真っ白な雪がひらひらと降っていました。宝庫寺はその雪を指さして、降雪偏偏別所に落ちずと言いました。なんときれいな雪だ、しかも一ひら一ひらの雪がきちんと落ちるべきところに落ちているではないか。すると雲水の一人が、別所に落ちずと言われましたが、それではどこに落ちるのですかと聞きました。その途端宝庫寺はその雲水をピシャリと叩いたという話が壁眼録に載っています。この問答について摂政中堅は、切断もて打て、切断もて打て、放浪の期間、払うべきなし、捕らうべきなしと言っています。つまり宝庫寺が降雪偏偏別所に落ちずと言った時、なぜ雲水は雪の塊で孤児を打たなかったのか、宝親父の働きは捉えようがないというのです。宝庫寺の言った降雪偏偏別所に落ちずの意味、雲水が叩かれた理由、摂政の切断打、切断打という言葉の意味、これはなかなか簡単には解けません。降雪偏偏別所に落ちずについてはその項で述べますが、摂政はなぜ切断打、切断打などと言ったのでしょうか。これは一つの解釈ですが、美しい雪が降ってきたら、それはもうそのまま黙って眺めればいいのです。降雪偏偏別所に落ちずなどと関連的な言葉を吐く必要はありません。孤児よ、そんなつまらないことをおっしゃらないでくださいと、その場で雪の塊で打てばよかったのだと摂政は言うのです。それを雲水が宝庫寺の言葉に引っかかって、その意味を聞いたものですから、今度は逆に孤児からふしゃりと叩かれてしまったというわけです。それでは今から切断打、切断打を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。